ありますが、ちょっとその辺は私まだ考え詰めてません。よろしい。はい。ですね、やっぱり大事なのはやっぱり理論武装するからですね。で、それがすごくやっぱり大事です。で、なぜなのかというと、どんどんそうやってこちら側が固めていくと、もうボロがいっぱい出てきます。で、どういうボロなのかというと、さっき一つ言ったように測れないものを測っておく。だから、じゃあその安全だということで測ったというんだったら、どう測ったのかということを相手にきちんとやっぱり出させる。そういうこう質問、その時にこちら側も測るということはどうなのかということをこう考えておかなきゃいけないんですよね。実際には例えば細野さんですか、パフォーマンスでガイガーカウンターで測るのやってますよね。測れるわけないですよ、ね、本当にそういうごまかし。さっき言ったように測れないものを測ったと言って安全だと言ってるから、その意味ではその測り方がおかしいということを証明すれば、それだけで安全は崩れますよね。で、あとはですね、それね、安全かどうかっていうのもね、あれ全部サンプリングです、測ってんの。で、サンプリングで測るんで、要するにサンプリングっていうのは、安全な場所からサンプリングして測るっていうのがもう常套手段、わかりますね。で、そういうふうなこともやってるんで、サンプリングの仕方を聞くっていうのは例えば大事ですよね。どうやって測ったのか、サンプリングしたんだったら、どうやったサンプリングしたの、それを詰めていくと、ほとんど行政隊員の方は真剣に詰めて考えてないので、どっかでボロが出ます。で、それからですね、どの地域のものを持ってくるのかっていうようなことに関してはですね、環境省のサイトにですね、1都16府県の焼却場の、セシウム値の測った極めて重要なデータが載っています。で、特に去年の、9月に発表されたものが大事です。それ見るとがれきだけじゃないんですよ、皆さん。普通の一般ごみを焼いただけで各の焼却場っていうのは大変な放射能汚染になっています。で、それはもうデータ一覧で見れます。で、なんで去年の、9月が大事なのかというと、今年の3月の値を見ると急激に下がっているんです。これは明らかに放射性物質が出ないものを燃やしてその時に測っているんです。これダイオキシンの浄土手段なんです。ダイオキシンというのは測る前にダイオキシンが燃えにくいゴミを貯めるんです。あ、出にくいゴミを。で、あらかじめ測る日を教えちゃうんです。で、その日になるとダイオキシンが一番出にくいゴミを燃やして入ってませんでしたって、そんなことやってるんですよ、ずっと。でも多分ね、去年の9月頃はね、そんな余裕がやっぱりなかったと思うんですね。逆に9月にやったことも理由があります。要素が消えてるからなんです。だから大体9月にやったと9月にまとめたんで、データは7月から9月ぐらいなんですけどね。でもそれ見るとね、各地域がどんなに汚染されてるのかよく見えますね。で、あとちなみにそれを見るとですね、焼却場の職員の方がどんなに危険なのかということがね、そのことも見えてきます。で、僕のとこにはその中で焼却場の職員の方での死亡事例っていうのも話も届いています。なので、そういうふうなやっぱりこう政府が発表しているデータとかをうまく活用して、後でそのデータ具体的に取り方を教えますので、そういうのを持って、例えばじゃああなたはこれ知ってますかっていうような形で出していくこと、そういうことの一つ一つがね、やっぱり大事だと思いますね。結構いろんなところで、いろんな市民グループの方がそういう時にどうやってやるのかの、マニュアル化されたものとかも出してるんで、そういうものなんかを参考にして、やっぱり一定勉強して、対応されるのが一番いい。はい、はい、頑張ってください、はい、他に何か質問ありませんか。はい、どうぞ。ですね、あ、大阪から来ました。さっき話聞いてですね、日本とアメリカのそのまあつながりとかの問題とかあると思うんですけど、そのアメリカがそのまあ核作戦っていう言葉が出ましたけど、それをまあね、防がれたくないから、まあ、嘘をつくみたいな話があったじゃないですか。そこで日本はなぜその脱原発をしないのか、しないのかできないのか、まあ、それも分かりませんし、でまあそのしないのになぜ、まあまあなぜ脱原発はできないのか、それアメリカのただのまあイエスマンとしての日本ということなのか、まあ、そういうところを聞きたいです。はい、
や僕も日本政府に聞きたいことですけどね、今の問いというのはね。で現状ではもうかなりイエスマンじゃないですか、ね、特に日本の今の政治家たちはあの戦後の自民党の一時期の政治家以上にイエスマンだと思います。でもう特にあの小泉さんとかあの辺ぐらいからイエスマン性っていうのはすごく強まって、あの市場経済万能論みたいになりましたよね。でどん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 アメリカがやってるルールを世界化していくっていうようなことが極端に、特にこの10年20年とは極端になってきたと思いますね。で、もうアメリカべったり性はむちゃくちゃに強いです。ちなみにそういう民主党の中の、まあ、エージェントっていうか、前原さんって方いますよね。で前原さんと直接に僕一度話したことがあります。でどういう話をしたのかというと、僕はあのアフガニスタンに医療援助を行っているペシャール会というのをずっと支援してきたんですけど、そのペシャール会のですね伊藤さんという方が、殺されてしまうという非常に悲しい事件がありまして、その時に前原さんが、今こそ自衛隊を出すべきだとおっしゃったんですね。でそれで、僕の友人の女性たちが非常に腹を立てて、僕左京区、あの京都市の左京区で前原さんの選挙区なんですよ。なので、前原さんのところに、僕の友人たちがですね、プラカードを持って前原さんに抗議するプラカードを持ってその、事務所の前に立ったんです。何もアピールもしないでただスタンディングをする。で僕の友人たちよくそういうふうな抗議のやり方をするんですけどね。そしたらその事務所の方が出てきて、宣伝カーが来てねガンガン言われた経験はあると、しかしただ女性に立たれた経験はないと、こんな気持ち悪い抗議をされたことが初めてなんで耐えられないからやめてほしいと、でついては明日前原本人を連れてくるから今日は勘弁してくれって言ってきたんです。で前原さんが出てくるってことになったんで、その女性たちがちょっと理屈を喋れる男が必要だったんで僕が駆り出されまして、で前原さんとお話したんですね。ただ前原さんね入ってくるときにね僕は普通の中でいわゆる市民運動とかやってるんですけども、どうも共産党と勘違いされたらしくて、で、その 共産党に対してものすごく前原さんは敵意を持ってね、すごい剣幕で入ってきたんですよね。遅刻してきたんです。10分遅刻してきてすごい剣幕で、まあ、お前らはとか言い出したんで、僕はずっと前原さん待ってさ、あなたはまず10分遅刻しましたよねで人間としてそのことをまず一言から言って話をするのは筋じゃないですかってずーっと言ったら、だんだんこうカルムダウンしてきてね、でどうも前原さんはその段階でこの人たちは市民だってこと気がついたらしいんです。その段階から前原さんは自分の気持ちは分かってほしいモードに変わったんですね。でどういうふうに変わったのかっていうと、私ほどアメリカと戦ってきた人間はない、ね、アメリカの手先と言われることは一番信頼だ、そのことを分かってください。ああそうですか、どういうことがあったんですか、これも聞いてやろうと思ってね。そしたらラムズフェルドって知ってますかね、アメリカの国防長官で、元全米レスリングチャンピオンですよね。銅を毛を破るとかそういうもうマッチョなアメリカの暴力の典型みたいな、あれに脅されたんだそうです。でアメリカってのはこんなにひどいこと言うんですよ、ね、どういうことなのかっていうと、イラクのことお前ら協力しなくていいのか、だったら北朝鮮があっても 何にもしてやらないぞというふうに脅されたんですよっていうふうに前原さんかなりレアなこと僕に喋っちゃった。でその時に僕は前原さんに、前原さんそれって脅しに屈したってことですよねっていうふうに言ったら、ふうふうふうって言われて、いやいや僕は抗議しましたみたいなね感じだけど、あこの人完全にそれでやられてたんだな。だから結構これレアな話ですよね。つまりイラクを支援するのは、何の本当はイラクが悪いから、イラクのねアメリカの戦争を支援するのは何にもそれに政治的な大義はないことを知ってるのに、北朝鮮のことで協力してくれないと困るからだっていうふうに、そういうふうに脅されて、そんなひどいことをするんですよアメリカは、僕は苦しんでるんですっていう気持ちを分かってほしいっていう話だったんですね。あなるほどなと。ちなみにもうこの間原発のことで前原さんの下にいる細野さんが完全にエージェントですね。彼原発担当者になる前にアメリカに消えてますよね。で毎回、細野さんから必ずレア情報が出ます。4号機が一番最初に危ないと言ったのは細野さんです。細野さんが言う情報だけはバッシング受けないんです。これ重要なことですよ。菅さんが実は一番最初に東日本を壊滅すると言ったんですね。その時産経新聞が豪語の非難をして、菅首相は歩く風評被害だって言いましたよね。
ところがあの時にはもうメルトダウンが収まらない可能性も見ていたんですよ、実は政府は、うん、ところがその時に一番最初にメルトダウンまで行った、しかしギリギリのところで止まったっていう情報を出したのは細野さんだったんです。僕すごく覚えてるんです。なぜかというと細野さんはよく勇気があって言ってくれたと僕は思っちゃったわけね。だからこの人を守んなきゃいけないと思ったら全くバッシングされなかったんです彼は。なぜか後ろにアメリカがいるのは知ってたからです、他の議員たち。だから細野情報はアメリカが行っていいって言った情報なので彼が一番最初にレア情報を出すんです。でも細野さん自身は対談で言ってます、4号機が危険だと教えてくれたのはアメリカだ。だからそこでのアメリカとパイプを持ってるね、自己処理の過程もう完全にそれにの流れの中で一番イエスマンの野田さんが出てきたってことでしょうね。で霊音停止宣言でしょ。ださっきあの中島さんが言ったことすごく重要なポイントなんですよ。実は私たちは今のここに京都ないし西日本よりもアメリカの西海岸が被爆してるんです。それにアメリカの国民に気がつかれたくないんですよ。核心問題ですよ。あとね核兵器の問題、実はアメリカ核兵器工場しょっちゅう事故起こしてるんです。ものすごいプルトニウム漏れとか起こしてるんですよ。核兵器っていうのは作るだけで危ないんですよ。でそういうことが例えばハンフォードっていうところでは問題になってます。でも他はほとんど隠してるんですね。それに気がついたときにアメリカ国民の中から一番そういうふうなことアメリカ政府に対する追及が起こってくる。一番恐れてるのはアメリカは それでしょうね。でそのアメリカの意向に対して日本はべったりになってる。非常に情けない状態ですよね。まあ情けない状態だけども反対に言えばだって見てれば分かるじゃないですか。あの政府の人たち全然主体性持ってないんですよ。で自民党に変わったってダメでしょ。だからあの橋本さんなんかが変な人気が出ちゃうんでしょ。だけど彼だって言うことあれポピュリストで言うことコロコロ変わりますよ。ちなみに8月の30日ですか、大阪市で瓦礫の受け入れをやろうとしていて多くの人たちが抗議に行ったんですけど、なんと彼が言ったことはね、100ベクレルぐらいのものは皆さん毎日食べてますよ、でも健康被害は起こってないでしょ、だからいいじゃないですかって言ったらしいです。完全にこの流れというのは低線量被曝というのは体に大丈夫なんだっていうアメリカが一番言いたいことですよね、うん、そういうラインに乗ってる発言ですよ、ね、だからどこがどういうふうになろうとほとんど日本の政治変わりませんよ。民主党政権になって全部公約消えましたよね。つまり今の政治家たちダメだってことね。だから逆に言うと私たちが反対にもうそれに委ねてきたことをやめて私たちが行動するときで行動すれば、ね、大したことないですよこの政治家たちは。それを気がついた人たちがあの、ね、首相官邸の行動を起こしているのでね、ぜひそういうふうな行動を起こして、だからさっき あの現場のことすごく大事なんで、あの理論武装するの大事だって言ったけど1日2日勉強すれば基本的なことは分かるんで、そのぐらいのことも行政は勉強してないんで、政治家もそのぐらいのことも勉強してないんで、ちょっとちゃんと勉強すればあの勝てます。日本の科学者には3日で勝てます、ね、だから一緒に頑張りましょう。はいはい、どうぞ。あの今あの話されたことと、その前にあの要するに 1から4号機までの分がどれぐらいに放射能を出したのかっていうような問題が関わるんですけども、アメリカの研究者の、まあ、いわゆるスリーマルトの時の調査員でやったガンダ線と一緒ですね。あれは明らかに3号機の場合、まあ、と1号機の場合とは違うの。1号機の場合は水素爆弾だけども、3号機は明らかに爆発だとこう言ってるわけですよね。確かに映像を見ると全然爆発の規模は違うわけですから、我々もあそれはもう核発だ爆発だろうというふうに思ってるんです。だけど、まあ、アメリカ人ですよね。でまあ、スリーマル島の調査委員長、調査委員会の中でかなり、まあ、一緒な人だということを知ってるんですけども、そのアメリカとの関係でなぜ彼が、ね、そういうことをリークしたのか、うん、また彼自身が言ってることが本当に知っていいものかどうかということを、ね、含めてちょっとその辺を教えていただきたい。そうですね、それも難しいですね。あの難しいですけども、前半として言えることはアメリカ人はやっぱりあのまあ、残念ながら私たちに比べてですね、インディペンデントなところは強いとかありますよね。だから、政府機関に属してようが何しようが割と言いたいときに言うことっていうのは日本よりも出やすい構造だと思います。
ただし出してる時っていうのは大体言った本人が何かの戦略があって何かに結びついていこうとしてるので、それが信用できるかどうかっていうのはちょっと長い期間を見ていかないと分かりにくいものがあると思いますね。ただその辺は大きな社会の構造としてはアメリカの方が割と自由に意見が出てくる、それがバッシングされないということを私たちは学んでね、そういうふうな自立性とか独立性とかそういうことを作っていかないにはいけないですね。ちなみにですね、英語でですね、日本人のことをアメリカ人ってザ・ジャパニーズって言うんですよね。知ってます？ザ・ジャパニーズってのは日本人を一括りにして言った言い方なんです。アメリカ人に対しては絶対つかみなさい。なぜかアメリカ人っていう集合体はないと彼らは考えてるんです。一人一人が違うから。日本人っていうのは語るとき集合体で語られちゃうんですよ。悔しいですね。うん、それは日本人の中からそういうふうな、特に政府機関とかから気骨ある人間が個人として俺はこうだっていうのが出てこない、その社会体制のあり方を反映してるんで、ぜひそういうふうにそこのところ社会を変えるってことがちょっと確信で、彼に関してのちょっと評価は僕はまだ分かんないってことでお答えしたいと思います。はい、はい、どうぞ。